日本千葉県船橋市、若松若松は千葉県船橋市の地名である。現行行政地名は若松1丁目から若松3丁目。郵便番号273-0013。1丁目はほぼ全域が船橋競馬場。沿岸部に位置する。隣の浜町とともに娯楽施設が集中していて、来訪者も多い。西で浜町、北で宮本。 東で、奈良市の市、谷津南で高瀬町と接する。南東の奈良市の市、赤根浜にはわずかに接していない。2017年11月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる、鉄道駅は、町内に、JR 東日本武蔵野線、京葉線南船橋駅があり、 近くには、京成電鉄本線船橋競馬場駅がある。また、京葉道路、東関東自動車道、国道357号が通っている。さらに近くには、国道14号が走っているため道路のアクセスは良い。京葉道路の花輪インターチェンジが、町内にある。幼稚園から中学校まで置かれているため、通学時などは、子供の通りが多い。 周囲を幹線道路と娯楽施設に囲まれている。関係上、道路渋滞が大きな問題となっている。特に、娯楽施設に客が押し寄せる休日ともなると、周辺の道路は、軒並み大渋滞となる。また、船橋オートレース場の開催日は相当の騒音も発生する。そのため、前述の若松二丁目団地では、オートレース場に面している一面に、 高層町大重塔を設置し、団地を騒音被害から保護する、防音壁代わりにしている。ありがとうございます。